余計な手出しだったかな。先輩、よっ。はい。さあ、ついに DLC リペイントユアハートについての情報が解禁だ。冒頭のあらすじをちょっとだけ紹介するぞ。街そのものをキャンバスに見立て、巨大なアートを一夜で描き上げてしまう神出鬼没の覆面アーティスト、ゲルニカ。その大胆な活動が世間を騒がす中、都内のあちこちに不思議なグラフィティが出現していた。そこにはペルソナ使いでなければ知るはずのないアルセーヌの姿も描かれていて、吉沢からの連絡を受けて現場へと向かったジョーカー。たまたま捜査に来ていた明智と謎の絵について議論を交わしていると、心を奪い返してという謎の声を耳にする。というわけで、待たせたな。待望の明智と吉沢が登場だ。グラフィティの真相と覆面アーティストゲルニカの謎をこの二人と共に追っていくぞ。おー、ロビンフットとサンドリオも相変わらずかっこいいな。詳しい情報はまた今度紹介するから、楽しみに待っていてくれ。